を任されることに最年少で司法試験に合格、現行の司法試験制度上、受験者の年齢制限は設けておらず、2022年度の最年少合格者は18歳、下超エリートの案だが、人とのコミュニケーションが苦手な上にやる気が空回りしてしまい、弁護士として全く成果を出せずにいた。しかし、不器用ながらも依頼人に力を尽くそうとする案の姿に心を動かされた務は、 案外一人前の弁護士になるためのサポートをすることを新たな目標に掲げ、芸能界から放送界へ全く異なる世界へ飛び込むことを決意する。マネージャーは担当のアーティストのパフォーマンスを上げるため力を尽くす最高の裏方、をモっとうに掲げるつとむは培ってきたマネジメント力を発揮して案に尽くしていくのだが、二人はいかにして放送界を席巻する最強のバディになるのか。 ムロツヨシ、平手ユリ奈との初共演に期待。ムロが同局ドラマに出演するのは、同局ドラマ初主演を務めた深夜の連続ドラマ、全、全知らない街を歩いてみたもののシーズン2、2022年3月、4月、全6回、以来、1年半ぶり。ムロが自身のキャリアで初となる芸能事務所のマネージャー、そして法律事務所のパラリーガル役をどのように演じるのか。 今作への出演にあたり、室は、47歳役者は若者たちの意見をたくさん利用してカメラ前に立ちます。若者たちを見てそして教えてください。元若者の皆皆様、どうか期待して待っててください、とコメント。初共演となる平手については、私が持つクールビューティーなるイメージからの垣間見える、茶目っ気洒落っ気いろんな、毛を引き出せたら嬉しい。いや、引き出してみせたい。 そんな私、そんな私は、平手さんとの芝居も、芝居を通しての会話も、今から楽しみにしてます、と期待を寄せた。平手ゆり奈、室津義との共演は、どんなセッションが生まれるのか楽しみ。また平手は、2022年12月にハイブの日本本社であるハイブジャパンの新レーベル NAECO に移籍後、今作が初のドラマ出演作に。今作の台本を読んだ感想について、 平手は、年齢やキャリアが大きく違う2人がどうぶつかるのか、歩んでいくのか気になる作品でした、とコメント。室との初共演についても、初めましてなので緊張はしますが、どんなセッションが生まれるのか楽しみです。そして共演させていただけることをありがたく思っています、と思いを語っている。モデルプレス編集部、9ご自身のキャリア初のリーガルドラマとなりますが、 本作にかける思いや意気込みをお聞かせください。先日、取材の際弁護士の先生がおっしゃっていた、正義は人の数だけ存在する。だから法律や弁護士が必要だ、という言葉に感銘を受けました。物事にはいろんな側面があっていろんな正義がある。法律というフィルターを通して、様々な人の心が動く作品になればと思います。法学部出身の僕が、 勉強をサボったとばっちりをこんなところで食らうとは。一から法律を勉強して頑張ります。旧初タッグとなる主演の室ロさん、共演の平手ゆりなさんの印象や楽しみにされていることなどをお聞かせください。ムロさんとはずっとお仕事がしたかったので、とてもとても楽しみです。そして、燃えています。ムロさんの笑いと心情を表裏一体で演じる、 圧倒的なパワーを作品に活かせればと思います。平手さんは画面からも伝わる底知れない引力にすごく引き寄せられ、ずっとご一緒できればと思ってました。室さんと平手さんのコンビ感がこの作品の生命線であると言っても過言ではありません。お二人の掛け算が今から楽しみで仕方ないです。9. 視聴者の方へメッセージをお願いします。リーガルドラマではありますが、 楽しく見ていただけるようなエンターテインメントになればと思っています。普段の生活ってなかなか言葉の意味が難しくて、正面に受け取って良いもの、その裏を読まなければいけないもの。すごく難しいんです。だからこそ、法律を通して、その奥底に触れられるような、その奥底から熱くなれるような作品を作れればと思っています。ご期待ください。